シチュエーションは、ちょっと痛いな。はい、おいしょ。そうそう、やっぱ合理的な足りさば、はい、ありがとうございます。で、今度面白いんですけど、まさにやっちくりなんで女子に殴ら捕まえないですよ。殴らで同じなんですか。同じ墨落としなんですけど、そう、速さ出すには脱力で一気に膝を落とす。なるほどね。これが結構早くいったの、平さんちょっといいですか。はい、受けていただければ分かるんですけど、ここから飛び切ったら瞬間で、はい、こういう瞬間で持ってかれるんや。はい、思いっきりここに体力かかる瞬間なんですよ。こうじわじゃなくてこういうっていう感じ、はい、ここのひねり、女子って難しいんですよ、胸ぐら掴まれなんでしょうね。でも今日は、はい、せっかく伊藤さん来ていただいたので、あー、もう見たいっすね。女子が胸ぐら、胸ぐら使えるの、バンされません。YouTube に、そうだね。娘、何を、親御さんが見た時にさ、自分の娘が何、合気道習ってねって言ってたら、娘が外国人になるんですから。何もってなんだろう。はい、わかります。不良外国人シリーズ、不良外国人シリーズ。さっきからお前何だろう、そのシチュエーションは。ちょっと今のさっきからお前何を前に投げて、いろいろ投げてくれてるよね。まあ、ええわけにしときはマジでか。おい、ほらもういい早い。ええ、なんでやろ。我慢してもごめんね。こうね、ここね、ここまで。おい、ちょっと待ってくれ。痛い。あ、ここをくるって分かってても回避できないの。ひねってんねんね。なるほど、こう掴んだときに、ここやった、ここで左でやばっちゃう。痛い。なるほど、よりもちひねりが崩しになってるんですね。はい、そっか。はい、ここまで分かってんだよ、ほら。ここやられたら力入らないっすわ。で、今度ですね、先生終わんない、先生もうありがとうございますじゃないよ。そうそう先生入るのかなと思ってたよね。先生いやせっかく来てるけども、はい、まだもうちゃんと俺の決戦続く。今度はい、関節技、はい、これがですね、はい、簡単なのは力の線を使って、またこれ強く持たれたら上に上がらないので、軽く押さえて力の線を外しながら指で絡んでいくような。そうすると
相手が外せないこの方向で。もうトントン言うと思いますよ。でも力逃げない方向でこう入る。あ、耐えた。ありがとう。方向が逃げない方向。相手が重心を外れないですよ。ああ。そうそうそう。こそ外れない。はいはいはい。この方向。ついちゃった。そうそう。ちょっと横に見えてる。ああ。すごい簡単にやれば、あの怪我刀、何もやってないからここの方が絶対効くんです、うん、でもさっき外れちゃうんですよ、うん、でそう、ここにおーしょ、ここを外れない、外れない、外れないっていう方向、はいはいはい、おいなんかも持ち出されていますよね。すいません、もうほんまに怖くなったから一応ポケットに入れとこうこれをちょっと、トコさんこれすごいいいんだな、はいはい、手を押さえて、はい、うん、この力がこう、はい、それしたら抜きかかってますよ、抜き体重かかってますよ、そうそう、うん、ジークンドとかではないんですか。いや、ないですね、この方向に力がかかってます、そうそう、ああ、完結、そう、ボクスこれまさに小力大を先生、小さい人でもこう関節の動き、うん、はい、うん、なるほどね、ですよね。ですよね。ですよね。そうなりますよね。これはね、はい、やってもらいたいな。ぜひ。頑張って。1年生やんね。見つめは僕が言うことじゃないですけど、人は見た目によらないですね。わかりました。わかりました。学びました。こんな可愛らしい子は。そうそうそう、すごいですよね。効果的です。これを応用させると、どんどんまだあるんですけど、後ろから掴んで、後ろから掴んできた時にこう死んだす。おお。こう後ろから片手でこう。リアルな絵面やな、はい、取ってください腕を取るんですよ、いやいや、ただ隙間取ってるだけじゃ取らないと、取らないと、そう、腕を取るっていう必要があるから、すいません、はい、これやった、あかん、もうこれ元カレやったらどうすんねん、ほんま、え、しな、お母さんとかやったらどうすんの、あんたどこ行くのとか言った後とか、そうね、なるほど、どんどん高度になっていくんですけど、しなきゃ、ちゃんよ、長いねおい、え、ちょっと待って、これやるってことはこっちもセットやね、そうだよね、そうですよね、わかりました、肩で捕まれるときなかなか実は帰らない、はい、親指を決めながらチッこれは腰の強い痛みとか腰を切る、腰を切る、切らないから腕を頼む、腕しちぎっていう技なんですけど、はい、あの両方とも捕まれてるんですけど、ここをキュッと、ここは重量で、あとは返しが難しいんですよ、ちょっと耐えたかも、すいません、耐えたさ、反対側で、はい、この時に強く持ってください、普通、なかなか外せないんですけど、この返し、あ、そのこの返し、
を返してみて、あと腕全体を回すと、はい、でさっきの2挙と違って、これは痛いやつ、はい、あの肘関節を狙う技ですね、はい、これ危ないやつなんです肘関節危ないやつ、はい、これはさっきと違って大きな肘なので、はい、から意地悪で本気で力入れてるけど、あ、そうなんだ、いや、そうそうそう、いや俺もうさっきから痛いんだ、強く持てば、強くやればこの感じ、あ、痛い痛い痛い、持ちが強い、はいはい、手首が痛い、なるほど、逆に自分に勝ってくるわけですね、そう、はいはいはい、そうだからリアルの方がいいかなと思う、俺ガチで掴んでるんだから、だからそうそうだ、飛脚効果やったけど強いっすな、そう、次から今度はあの先生いっぱい先生ちょっと待って、ちょっと待って、すいません、終わりを教えてあと何発あるんや先生俺体壊れるで先生、あと何発あるんやちょっと先がこうないのが怖いのよそうですね、次ぐらいですかね4つ先生3つぐらい、え、3つぐらいか、はい、もっとだんだん難しいですよね肩ケースに、ほらこれ、はい上司がこう肩を掴みしたときに、はい、瞬間に落とす、ああなるほど、はい、肩を狙って、はいはいはい、あの肩を掴む瞬間で、いや先生もうそれは俺食らうって分かるわ、なんとなく、これもだから小力だ、あ、まあまあ、小さいものが、はい、もうこういうのを歩いて、こっちね、はい、あー、どうぞ、あー、どうぞ、あー、どうぞ、これも危ないっすね、危ない、肩硬いと、え、これはそっか、もう女子の子持ってそのまま体を押してんのか、はい、そういった方が全部、はい、ねえ、なんでそんなことすんな、なあ、どこ行くっただけじゃ行って、あ、これは回避できないっすよ、はい、誰でもいけるやん、それやったら、おい、掴んできたときは、掴まなくてもいけますよ、あーっ、ここだこれ、痛い、蹴った肩いきます、はい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 大丈夫ですか、大丈夫、あと2本ありますよ、では今、蹴ったか、まだ見えてないところでうつ伏せだったら、肩を制圧しなくて、うつ伏せだったら何もしないですけど、はい、仰向けだった場合、腹見せてるので、こう、そうですね、当て身をする、あ、そうなんですか、当て身を使うんですかね、当て身使うんです、はい、今、倒れた後に衝撃がしたからな、うつ伏せだったから、うつ伏せに行きたかったんですけど、仰向けだったら当て身、なるほど、はい、自然に、じゃあ2つ見せます、どんどん面白くするんですか、これ本気でやってますから。反対側が飛び出すすると投げた時に反対側が姿勢が苦しくなります。
から、から体を壊して回る崩し、次は裏の形を説明します。上に上げる、後ろにこう回す動きを使って次に手でこれ入ってきます。この空気が出てくるので使って、